大変ですよ、皆さん。というわけで、こちらの料金表を見ていただければわかるんですが、JR 西日本のこちら、運賃改定後と改定前ということになってまして、運賃改定前というのは、本年度2023年の3月31日までかな、に購入した分の定期券の値段、そして3月31日より次の日、4月1日からの運賃は、この運賃改定後というふうになりまして、だいたいですね、1万6840円から1万7140円に値上がりがされているということです。これ値段にしてだいたい 1か月あたり300円ほどです、ね、上がっているということになるんですね。300円ぐらい上がっている、1か月あたり300円も上がっているということは大変なことですよ。はい、ということで、これがなんでなのかというのと、えー、今回、JR 西日本の値上げについて話そうと思います。 はいというわけで今回はですね2023年4月1日から運賃料金等を一部見直しますなんだと一流見直します結構値上がりするんですね今回え今回の動画はですね j r 東日本におきましてはえ去年2020 2年かな、えーの、ダイヤ改正時に値上がりとかもしてるんですが、それについてはですね、またあの各鉄道会社の方を調べてもらったら分かると思います。今回は JR 西日本の話をします。えー、例えばこのように、定期券や異国家定期券を購入申込書なんかが入ってありまして、大体もうすぐこの時期になるとですね、6ヶ月提供を買う時期がやってきます。 えー、例えば6ヶ月や3ヶ月なんか買って新しく、えー、高校、大学などに行く人は通学定期というのを利用するんですが、えー、今回定期券の値上がりについて通学定期は、えー、全く関係ないんですね、えー、今回値上がりするのは通勤定期のみということになっております通学定期はねやっぱり上がられたら困ると、まあ、そういう話なんでしょうかわかりません混雑緩和にご協力くださいですから、えー、4月1日から運賃が値上がりしますそしてその上がるのが特急券と、えー、また定期券などが上がるんですけども、えー、これ面白いことですね通勤定期は 上がりますが、えー、この通学定期券というのは上がりませんのでこのようにですね 通学定期券博多南専用以外の特急用定期券等を除く、えー、は運賃改定しませんので可能な限り4月1日以降にですね購入いただきますようお願い申し上げますということでだいたいつもですね緑の窓口すごい混み合うんで、えー、3月中ぐらいに買っときなさいよっていうふうに JR が話してるんですけども4月以降に、えー、こう買ってくれたらなと思いますっていうふうに JR が言ってるんですね、えー、定期券っていうのは14日前から申請することができまして購入自体はその14日前からすることができます適用 はい。ということなんでえ、カレンダーとかを見てみましょうね。まあ、カレンダーを見たらですねえ、今日が3月ですね、こちら3月なんですけども、えー、こちら見てみると、あ、これ3月ですね、えーと、今日が3月の2日動画撮ってるんですけども、3月の例えば20日、30日、31日のあたりっていうのは、非常に特急券が値上がりする前とかこで高いんですね。ですけども、この4月の1日からっていうのは値上がりした後の値段になりますので、 通勤定期は値上がりしますけど、通学定期は値上がりしないんで、通学定期買われる方はこっち利用する方がいいと思います。ちなみに通勤定期が値上がりするのは、えー、JR 西日本の、えー、京阪神エリアという風になっておりまして、えー、ちょっと見てみるとこんな感じかな。えーまあ、ここにです、ね、ずらーっと書いてあるんですよ。例えば、えー、鉄道駅バリアフリー容器みたいなものが適用されまして、えー、これ大阪、京都について見てみると、 えー、大阪、京都、現在では普通の運賃が570円から改正後580円というふうに10円上がってるんですね。また1ヶ月定期などは、えー、これ100円かな ?300 円かな上がってて、これ600円上がってるのかなで、これ、 うん、900円ぐらい上がってんのかなっていう感じで、え非常にね、値上がりがえされております。ということで、皆さんえ、定期券、通勤定期券利用される方はですね、えぜひとも4月え1日より前に買っていただくといいと思います。まあ、そんな話なんですけど、最初早速ね、これ見ていこうと思いますで。特急券なんかがね、高くなるっていう話なんですけども、ちょっとね、あの、メモを読ませてもらっていいですかね。ちょっとメモ見ないとね、あの間違ったこと言ったら大変ですから。まあ、そんなわけで、え例えばね、いろいろね、情報をこう、 置いてたんですけども JR 西日本は4月1日より運賃の料金え改定ということで3月中は安いですが3月31日は緑の窓口並んでも買えないかもしれないよ非常に混雑するみたいなんで3月も早めに買っておきましょうということです。 で、これ、駅の混雑窓口のカレンダーということなんですけど、こんな感じですね。28からだんだん混み始めまして、31日すごい混むということになっておりますから、やっぱね、できるだけ皆さんね、本当はね、こういうね、月曜日とか、えー、月曜日無理だな、日曜日、土曜日にね、購入する方が、えー、いいと思うんですけども、た、ま、い、あ、こう、4月1日からの定期券が18日から買える、えー。14日前から買えますので、2週間前から買えますので、えー、例えば、 4, 4月の2日から使うとかだったらこう25とか26あたりで買うというのもいいかもしれません。で、まぁ、あ、こに券売機でも買うことができますよ。通勤定期券に関しましては、えー、このように、えー、のー定期券は定期性のこのピンクの、えー、券売機、または緑色の緑の窓口タイプの、えー、券売機で買うことができます。っていうふうになってます。特急券も、ね、こう,いう 自動販売機で買うことができる場合もありますので、そちらも利用されてみてはと思います。でですね、まあ、ちょっとね、あの、紙読みながら読むんですけども、特急券のですね、値上がりについてちょっと話していこうかなと思います。えー、山陽新幹線における望み水保護の指定席特急料金の見直しについて、ちょっと待ってよ。これ、もしかしたらですね、皆さんにちょっとこれ、僕が喋ってるだけだとうるさいだけかもしれないんで、フリー BGM のか はい、というわけで、あの、運、う、賃、ん、改定で値上がりするみたいな感じの BG もちょっとかけておきました。えー、ということでですね、コロナ禍におきまして、社会の現象を踏まえて、山陽新幹線、さらなるサービス改善を図るため、山陽新幹線の望み、えー、そして水ご報の指定席、えー、グリーン車指定席、えー、普通車ともに値上がりしますよという話です。えー、具体的な見直し内容は4月1日の購入分からというふうになってますので、3月31日にまでに買えば大丈夫です。望み、水保護の停車期間ごとに、 110円から420円の範囲内で値上げしますよということですそれについてですねちょっと見ていこうと思いますどれだっけなこれですねこれ見てみると例えば新大阪からですね こううとと思前で行こまの5800円というのは特急券の、えー、通常の,この指定席料金なんですけども、えー、運賃と合わせると15600円ですね。で、まあこれいろいろ繁忙期とかでもあるんですけど、通常期の計算です。で、こちら6230円ということで、あの値上がりしてるんですね。で、その差額分というのが、えー、5810円から6230円だから、ちょうど420円ですね、えー。値上がりして、あ、ここに書いてあるわ。ここにですね、 ちゃんと新大阪から、えー、博多までの,この移動するときに420円値上がりしますよというのが書いてあります。ですから、一駅区間だと110円、ここも110円、110円ですけれども、少し離れると320円、そして420円というふうに上がっていくというふうに言われております。ですから、ここで、ね、あの値上がりするということです。 はい、え、別の話に移ります。今度はですね、新幹線は終わった在来線特急料金の一部見直しについてということです。JR 西日本ではまた新型コロナウイルスの厳しい状況で、デジタル化とかですね、モバイル移行化が発表されるとか言いましたけども、そちらの方のお金もそうなんでしょうかわかりませんが、そういうところで値上げをするそうです。具体的な見直し内容についてなんですけども、え、B 特急料金を A 特急料金に統一。お前 B 特急料金ってなんやねんっていう話なんですけど、えー、JR 西日本においては特急料金が B 特急料金というの A 特急料金っていうの2種類があるんで、すねでこの B 特急料金の方が安くて A 特急料金の方が若干高いんですで。これはキロ数ごとに決まっていまして50キロだったらこちら書いてある1190円だったんですけどもこちらの B 特急の え料金がですね、A 特急料金に統一されるということで、改定後はこちら、1290円という風に値上がりしてしまいます。重、え、積、ー、については530円引き。えー、こんな感じですね、パスカルという特急、えー、特急系のですね、特急用の通勤定期というのも、えー、この何ですか、見直しますよという風に話されております。じゃあですね、これ実際に見ていきましょう。 まあ、B と A って何やっていう話は後にしましょう。えー、5 0キロまでは、えー、B 特急料金。こちら、1190円。これがですね、1290円に値上がりします。えー、これは大体100円かなそうですね、100円値上がりですね。1520円から1730円は、えー、210円か。で、これは、えー、440円ですね。あ、これも440円だ。えー、っと、これも440円、えー。最大で440円なのかなあ、これ最後だけ430円ですね。 これ、最後の 401km 以上については430円の値上がりなんですけど、このような感じで、だいたい4最大体400円ぐらいの値上がりというふうになっております。で、これ、B 特急料金、A 特急料金、どんな話やっていう感じなんですけど、今までは、この浜坂とか、城崎温泉、和田山、姫路、そして大阪、京都、この辺りっていうのは、えー、 ビートビート料金エリアっていう風に分かれておりましたあ、そうだ。いい材料がある。ちょっとお待ちください。えー、皆さんにちょっとお見せしようと思いますけども、えこちら、ちょっと見にくいですかね。大阪から天王寺までの切符ということになっておりまして、えー、ちょっとまた、この後で乗るんですけども、えー、ビートッ券、グリーン券、あ、ちょっとピントがよろしくね。え特ビート券、グリーン券っていうのがありまして、これ、大阪から天王寺までですね。で、これね、あのー、場所とかで見てみるとですね、見事に、この大阪から、 この大阪からえ天王寺というのはこの区間に入っております。ですからこの区間に入っている特急というのはえこちらの B 特急料金グリーン券というこの料金が適用されるというふうになっております。 はい、まあ、というわけで、これは B 特急のグリーン券グリーン券なんですけども、B 特急券がこう、適用されるんですね。え具体的な例で申しますとえ、例えばですね、スーパー白桃号というのは、この姫路から京都、そしてこっちの方、鳥取までつながっているえ特急にな,なるわけなんですね。スーパー白桃号、姫路から相生のあたりまして、上みからえ 地図急行線というのに入ります。地図急行線はまた別の鉄道路線という風になってしまうんですけども、この姫路から京都の区間をスーパーファクトで乗ると、こちらですね、B 特急料金で適用されますので、若干この距離は安いです。ですが、鳥取から京都まで乗り通す場合は、えー、そのまま続きで切符を買うと、京都から鳥取までの値段というのは A 特急料金というので計算されることになります。そして、スーパーファクトで例えば姫路からですね、えっ、ー、と、 大阪までこういうのは B 特急なんですけど大阪からまたこれまたいで鳥取まで行くと A 特急料金というふうに、えー、かかりますのでここの区間内だけで完結する、えー、グリーン券グリーン券とか指定席券につきましては、えー、これ B 特急料金が、えー、適用されていたということなんですねですがこちら4月1日の購入分からはこのように、えー、大体最大で420円値上がりがあるんですけどもということで、えー、この420円値上がりをしますよというふうに、えー、なっておりますこういろい書いてあるんで、ね でお得な特急料金、えー、特定特急料金の見直しをします。4月1日から、えー、これを購入分となっておりますね。お得な特急料金。えー、見てみると、七尾線、えー、山陰線の出雲市、鳥取、米子、えー、これ、増田だっけね、えー。瀬戸大橋線ですね。これ、岡山、小島の、えー、ど府か。これ、これについては、えー、5月20日。 5月20日っていうんですね。GR 四国にまたがるものについては5月20、5月20日からの改定ということになっていますので、ここで注意してもらいたいなと思います。ここは4月からじゃないよっていうことですね。はい。で、これ、博多南線、博多から博多南間ということで、こちら、通勤定期。 ということになってますので、通学定期は末置きなんですね。で、普通の特急料金も100円値上がりしまして、1ヶ月で9780円、3ヶ月で2789円、4000、えー、2000じゃ、27890円、えぇ、ー、6ヶ月で49290円というふうになっておりますね。はい。あ、これ、改定前か。えっ、ー、と、改定前ですね。 改定前ですね。改定前はこの値段になっておりまして、改定後はこちら1290円とかいろいろ書いてあるんですけども、えー、博多南線については100円から130円、えー、そして通勤定期については、えー、9700円から1万円ぐらいまで上がるよ、こういう上がっていくよ、上がっていくよというふうに書いてあります。 これ困ったな。具体的な見,見直し内容。えー、これですね。先ほどのシーズン別の指定席特急料金の見直しとグリーン車などへの、えー、適用について。シーズン別というのはこれね、あまり JR、えー、各社の特急料金とかについてあまり詳しくない方なんだら何言ってるんだって話なんですけど、えー、特急料金とかっていうのは基本的に飛行機などと一緒で、えー、乗る搭乗日とかねあの使う日によってですね、 この料金が変わってきます例えば、えー、通勤客とかではなく、えー、観光客などが多い春休み夏休みとかゴールデンウィーク中とかは普通にあの少し高い値段でですね売ることになっておりますで、えー、これ右側ちょっと気今のところ気にしなくていいんですけども、えー、左側のこれ見ていただければわかるんですけど運賃がですね、えー、こちら指定席、えー、特急料金 指定席特急料金指定席特急料金って3種類あるんですけど例えば普通の通常期であればお客さんがそんな多すぎず大き多すぎず少なすぎずっていう時期であればこの同じあの懸命に書いてあるような値段で買うことができるんですがこれに加えて閉山期という時期におきましてはマイナス200円そして、えー、この指定席特急料金この繁忙期例えばゴールデンウィークとかであったり土日とかであったりねしますとこれプラス200円ということで取られるんですね。 で、こういう風な設定がありますので、これは基本的に、これは基本的に3月31日乗車分ということなので、これからですね、新たにこっち方面、えー 最も繁忙期と書いて、再繁忙期って読むのかなこれ新たにですね、ゴールデンウィーク中とか、大きな長期休みの間の土曜日、日曜日なんかに多分設定されてるんじゃないかと思います。それの適用日カレンダーっていうのがこちらになっておりまして、えー、例えば5月の欄見てみると、えー、5月のゴールデンウィーク、えー、5月1日から7日までですね、真っ黄色ということで、これは何なのかと言ったら、えー、こちら、最も繁忙する期ということで、繁忙期、最も繁忙期、再繁忙期っていうのかなこれが18日間増えるということになっております。 で他はですねあんま変わらないんですね。こんな感じで,ですねちょこちょこ値上げをしていったりとかっていう風にしてるわけです。まあ、これについてねあの詳しくはですねあの JR 西日本のホームページとか見ていただければわかるわかると思いますが、まあ、これについては g r 東日本などでも導入する、えー、とかって言ってますからそれについてまた、ね、JR 東日本とか全然調べてないんですけども。 GR 東海ですね。GR 東海、GR 四国、GR 九州。こちらは購入分ではなく乗車分というふうになってますので、4月1日なんか3月31日に買ってもこの特急料金のこの繁忙期っていうのは、えー、変わらないよというふうになっております。 続いて、グリーン車及び新台車のシーズン別料金の適用という話です。これもですね、先ほど4月1日購入分ではなく、4月1日乗車分。そしてこちら、GR グループ共通となっていますね。GR 北海道、GR 東日本、GR 東海、GR 西日本、GR 四国、そして GR、えー、九州のですね、えー、各社6社ですね。GR6 社、GR 貨物を除いた6社の間でこう実施されるのかなというふうに思われて おりますグリーーーンン車及び寝台車へののシーズン別料金設定のイメージ、えー、これは先ほどお見せしましたけどこれグリーン料金にもこれが適用されますよ今まではグリーン料金にこれ普通の重積料時の時料金しかかからなかったものが、えー、これまたこういう制度先ほども制度が導入されますよということで最大で400円値上がりしたりとか200円安くなったりとかっていうふうにするわけです。 今まではね、シーズン別の料金が、えー、設定されてなかったんですね。これ4段階、3段階のものから4段階になりますので、やっぱりね、今まで乗っていた、えー、特急料金とは違うということが起こってきます。えー、適用日カレンダーの見直しということで、先ほどお見せしましたこちらですね、適用日カレンダーって言うんですけど、JR 西日本からまたこれ発表されています。 こんな感じですね。土曜日、日曜日とか、金曜日、土曜日っていうのは、このように赤色のマークで表示されましてえ、少し値段が高くなったりしています。で、これまたですね、長期休みとかになりますと、えー、まぁ、あ、こんな感じで、ね、こことかやばいね。8月、8月。これ、く、くですから、皆さん、こ、 1>, 1日日をずらすだけですね例えば16日に買う特急券より17日翌日に買う特急券の方が安くなったりとかっていうことが起きますのでもしかしたらね仕事が、えー、都合がつける人は仕事をちょっと都合をつけてみて買ってみるというのももしかしたら安くなるヒントになるかもしれませんで、えー、適用日からンの見出しこれ4月1日の購入分ではなく乗車分ですよでこれ例として最も繁忙期のこちらから、えー 通常期、あ、先ほど、えー、説明した、えー、8月16日と17日のお話が出てますけど、最大で400円お得になりますよっていう風うになっております。400円が、えー、いいのか悪いのかという話ですけど、お客さんも少ないですね。こういう繁忙期じゃないと。ですので皆さん利用してみてはと思います。こっち適量カレンダーの対象となる列車についてこちら。 書かれております JR 東海だったら新幹線、えー、そして在来線の特急電車、えー、踊り子を富士山除きますよというふうに書いてあります、まあ、こんな感じですねこちら見ていただければと思います主に JR 西日本について見ていくと、えー、普通の在来線特急と山陽新幹線について、えー、こう移動がありますよという感じですそして京阪神エリアの割安な特定区間運賃の一部見直しについて えー、これも見ていきましょう京阪神エリアの一部区間では旧国鉄時代に、えー、私鉄との運賃差を抑えるため割安な特定区間運賃を設定し、えー、弊社補足後も継承しています、えー、これまで消費税改定などを除いて運賃改定を実施することなく設定当初からの運賃水準を維持してきましたが新型コロナウイルス感染症の影響による、えー、これ厳しい経営状況の長期化や現在の市場環境の変化を、えー、勘案しっていうのかな特定区間運賃の一部を見直しますこれどういうことかといいますと 今まで,です、ね、私鉄大国 西日本、私鉄王国西日本、関西というふうに言われたようにですね、私鉄大手5社の他に、準大手私鉄、僕の近くであれば山陽電車などがですね、ひしめき合っている区間となっておりまして、並走する区間が多いですね。そして JR のお客さんがそちらに奪われてはいけないということで、JR もですね、その区間の運賃だけは安くしてあげようということで、安くしてたんですが、そちらの運賃をですね、今回値上げするということになっております。なんでするかっていうのも、言ってみれば新快速が早すぎて、みんな JR の方を利用するようになってきたと っていううのと、えー、もう具体的なもうスピード争いではなく施設は沿線の、えー、沿線民をこうキャッチしていくそして JR はこの速さで勝負するみたいなところが大きくなってきましたよねえ、えー、具体的な見,見直し内容についてなんですけども、えー、届け出る315日にガーラーって、まあ、届け出かどうかはどうでもいいですこれちら4月1日の購入分という風になっておりますから乗車分ではなく購入分ですから3月31日までにこの乗車券を買えば安く済みます えー、こっち具体的な例が載っておりますけれども、えー、こち4月1日の購入分より大阪、高槻でいくと260円から290円、30円上がったり、えー、とかっていう風になっています。これなんで値上げすんねんっていう話なんですけどこれについてはねちょっと後で説明もしたいと思うんですけどもちょっと上行きすぎた、上行きすぎた、上行きすぎた。 え説明したいと思うんですけど、こちら大阪高槻でこれ、ね、下の方にちっちゃく書かれてるんですけど、鉄道駅バリアフリー料金っていうのがですね、この鉄道駅バリアフリー料金っていうのが今回のミソになってきます。それについてはちょっと後で話しましょう。えー、そんな感じですね。通学定期については、えー、これ据え置きしますけども、えー、通勤定期についてはこう高くなっていくので、こちら見てくださいねっていう感じに書かれております。で、ね、これ特定間の運賃の値段については、えー、こちらの PDF というので、JR、えー、西日本から出されておりますので、こうやって見てみればですね、いろいろと面白いことが分かります。大阪、京都では10円上がっていたりとかっていうふうにしますし、これ、子供料金も、えー、この、 上がった料金割る2になりますので、570円ですと、割る2したら250からえーと35だから、285円、子供料金285円で、JR 切りスですので、280円だったものが、こちら、250で90だから、290円に10円値上がりすることですね、子供料金でも10円値上がりしちゃうよっていうことがまあ書かれております。 こちら、大人の通勤定期も、えー、その、このように変わっていきます。ですが、通学定期については、あの、これ、あれなんで、ね、値上がりしないんで、皆さん、通学定期利用される方は、4月1日、以降4月1日、すぐ経ってからでもいいと思います。えー、持っていけばい、ね、い。じゃあ、緑のままで,でね、申請すればいいと思います。で、これについて、JR 西日本はこういうふうに言っておりまして、主に京阪神エリアで、混雑緩和にご協力ください。えー、というふうに、まあ、こんなふうに話してるわけなんですね。 で、あの、先ほども言ったえ、これ特定区間運賃というのが、えこの西明石からえ、例えば京都、そしてこちら長尾とか奈良とか和歌山の間で設定されてるんですけども、この区間において、鉄道駅バリアフリー料金の適用ということで、 まあ、ここの区間を乗るときは、ここバリアフリーのために新たな財源確保するために、ちょっといくらか値上げさせてもらうよって料金を取るエリアですっていうのがここに書かれております。だから、しれっとですね、山陽新幹線の、えー、西明石か,から新大阪ですから、西明石、新神戸、新大阪のこの区間も含まれているということです。あのー、新大阪から京都までは GR 東海になるので多分、ね、含まれないと思いますよ。 でこちら2025年春をめどに整備と料金収集、えー、っていうのかな、えー、対象エリアを拡大したいと考えています拡大にあたってはっていうふうに書いてありまして、まあ、運賃あのこの差別にならないようにちゃんと、ね、あのしていくつもりですけども2025年の春をめどに、えー、ちょっとまた運賃さらに他の区間でもちょっと上げさせてもらうことがあるかもしれませんっていうことが、えー、ちゃっかり書かれております で、この鉄道駅バリアフリー料金について、えー、こ書かれているのがこちらですね。鉄道駅バリアフリー料金制度を活用してバリアフリーしていきます。例えば、可動式ホーム柵、昇降式ホーム柵、そしてこちら、ホーム安全スクリーンというのを、えー、設置しまして、それであお客様の安全を図ろうと。えー、バリアフリー、例えば、こう、エレベーターの設置で、 お年寄りとか体が不自由な方も自由に、ね、あの利用しやすいようにということでエレベーター設置などそういうことがですねこ行われるために使うお金をもらいますよとそういういになっていますあ書かれてますねこれ2025年整備を拡大するやこちらですよと。 ちょっとだけ拡大されますね、えー、例えば関西空港までの区間であったり新三田から尼崎までの JR、えー、宝塚線であったり亀岡から京都の山陰線安から京都の琵琶湖線上、えー、用から京都の間の奈良線であったり松井山手長尾の、えー、東大線の一部区間というふうになってあなんか,ななんかちょっと待ってくださいなんか来たんで。 すいません。インターホンが鳴ってちょっと出ようとしたらですね、切れちゃいました。また出てくるかもしれません。ごめんなさい。えー、というわけで、先ほどまで話していた内容が、矢橋西橋この間が値上げ、さらに2025年からになりますけども、値上げしますよという話です。手続きバリアフリー料金の活用は、まあ、こんな感じにしていきます。えー、具体的には、ホーム柵稼働式、昇降式、えー、こちら9駅19番線、2025年度までに、はいえー、設立します。ホーム安全スクリーン47駅、142番線、えー、エレベーターを2駅、4駅、エスカレーターを 1> 1駅4機これは2027年までらし,いらしいですけども、こちらが段差解消設備ですね、ホームと車両,車両床面の、えー、段差隙間縮小ということで、6駅14番線に行わ,れ行われるということになっております。料金設定とかですね、こちら。えー <laughs> 詳しく書かれてるんますけど、こちらのです、ね、通学定期、えー、旅客運賃に、えー、加算しません。これ大事ですよね。通学定期券には、えー、こう加算しませんので、通勤のみというふうになっております。これが先ほど説明したような感じの、えー、概要というふうになってるんですけども、えー、10円上げるところは300円、900円、えー、1800円上げるよ先ほど9 300円600、600円、900円って言いましたけども、300円上がって900円上がって1800円上がってるそうです。で、えー、まあこんな感じで。 こちらの区間と、えー、なっておりまして、これは先ほど説明しましたよね。で、バリアフリー、今までホーム作、こんな感じでやってますという JR 西日本の方針について書かれておりました。です。ちょっと動画が長くなりそうなんですけどね、最後にですね、こちら JR 西日本のお出かけネット定期、運賃検索、毎定期という場所のホームページ開いていただいて、そちらでね、ちょっとね、見ていきたいと思います。えー、例えば、 これ先ほど調べたんですけど大阪から神戸まで行きたいときどうしよっかなーって感じなんですね大阪から神戸まで行きたいとき運賃改定前4月1日より前3月31日までに緑の窓口または定期券販売機で通勤定期を買った場合1ヶ月そのまま経由駅によっても違いますが大阪から神戸 JR 神戸線を利用した場合1ヶ月1万2530円3ヶ月3万5720円6万180円っていうところをですねこちら運賃改定後という押すと こちら、1万4060円、4万120円、7万1010 10円、あの、大方ですね、大体、この、なんて言うんですか、会社からですね、通勤という、通勤のこの定期というのは、あの、負担してくれるのが日本の会社はほとんどなんですけども、え例えばですね、なんとか学園とかっていうですね、国からかな、なんか認可を受けてないような、まあ、認,認可とか、やってはいいんですけどね。 あの定期券の,この通学定期券を発売できないこう認可みたいなのを受けてないところがありましてそこだと確かあのこの通勤っていうのを使わないといけないのでそこでですね多分支払うのはあの自分ご自身であったりとかそこの,、ね、あの保護者の方とかいうふうになって思うのでそこでですねちょっと値段が変わってくるんで早めに買っといた方がいいですよというのを今回の動画でお伝えしておこうと思いますそうですねこんな感じですということで 本日はごご視聴ありがとうございました JR 東日本についてはですね、えー、一足早く2022年度かなの、2023年度か、2023年の3月の18日かな、のダイヤ改正から、えー、確か料金の値上げっていうのをやっていたと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。